2つの軸で考えると考えやすいと思います。で、1つの軸はですね、あのー、カーボンニュートラルとかそういう世界的な動きですね、ESG というか、そういう動きにつ,つれて、えー、EV という方向に、来年期間からですね、えー、電気自動車の方にということで、えー、カーボンニュートラルの動きとともにですね、おそらく一番遅い国っていうか、あの文明国ではすとね、先進国では、 えー、2035年までに新車の販売は、えー、全部 EV、えー、30年まではハイボルテージも認めるという国ありますけれども、35年以降は、えー、全部 EV となると。ということは、日本の最も得意な内燃機関ですね、えー、このガソリンエンジンを使う、このやり方というのは、あと10年ぐらいの寿命しかないと。 こ、えー、こういういとですで EV となりますと構造がまるで違いまして、えー、従来の全く自動車を作ったことのない人も、まあ、ある意味、えー、おもちゃみたいにこう組み立てることができると、えー、非常に簡単な構造になっておりますので,で部品もですね、えー、考えると10分の1ぐらいになってしまうと、えー、モジュールでこう持ってくるあの場合がですね EV の場合には多いので。 で今の,その3万点と言われている自動車の部品というのがです、ねえー、まあ半分になるというあるいはもっとモジュール化して納品させたらもうほとんどです、ね、10分の1になるとでこれメーカーが全然違いますので、えー、まあタイヤぐらい一緒だろうと言うんですけど EV 用のタイヤはまるで違います、えー、EV 用のタイヤというのは2割以上軽くてですね、えー、また全然違う性能が要求されるということですね ということで、えー、まるで違ってしまうと。でもう一つの軸ですね。この軸はですね、自動化の軸です。で、えー、自動化というのはあのー、まさにその AI というか、えー、と取り込んだデータというものをもとに、えー、カメラでもって判断をする、えー、いろいろな契機器を使って判断をすると。この AI があーデータベースによる AI が主流です。 でこれを領域はですね、あの実装、実車、えー、道路で実験をするということが不可欠になります、な、え、ぜ、ー、かなればですね、えー、分かる事故っていうのは、頭で考えられる事故っていうのは、大体プログラムできます、ところが今、あの自動運転の実験をしてて、事故を起こしてるときは、想定してなかったと、えー、逆方向から来たとか。 犬がこうワーッとかけたんでもってそっち気を取られてる間に目の見えない人が道路を横切るとこういうやつですねで、えー、このようなですね実装実験でまあ今先端を走っているウェイモーみたいな会社ですねこれはあのグーグルの子会社ですけれども、えー、皆さんグーグルマップストリートビューご覧になってると思うんですけれどもあれ世界何周もしてるんですあの車は360度カメラでですね で、しかもあれはですね、無人でやってたんです、で、無人というと怒られるんで、人を乗っけてました、で、1個だけ事故を起こしたときに、運転手いねえじゃんかと、こういうことになってばれちゃったんです、無人でやってたんですね、で、このデータをわった集めていた、したがって彼らは何億キロという実装のデータを持ってます、それからもう一つはこの中でですね、えー、テスラの自動車に乗ってる方、おられます ねえー、何人かいるんですよねそれでテスラはですねオーバー・ザ・エアというねやり方をしまして完成してない車を売ってます、えー、初めてですね我々も製造業をずっとやってきてですね完成してから出すと,ところはテスラの場合にはアバウトこれでいいと思うやつを出しますで皆さんが運転してる時のデータを吸い上げてまして そして何か不具合があるとですねそれを分析しますそれで、えー、その結果としてですね、えー、プログラム上で直してしまうとだから CPU セントリックというやり方をするんですが基本的にテスラの自動車というのは CPU、まあ、スマホをでかくしたようなもんですけどそれがついてまして更新をしてます実写のデータ、まあ、今世界中で50万台走ってますけどこの50万人が毎日協力してくれてるわけです でそういうデータを全部吸い上げて直す、あるいはあそのレベル4、レベル5と呼ばれる、ほぼ無人に近いような運転に対して、共、えー、するデータというものを集めてます。